里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあドラフトチェックというところで、はい、もう半分以上終わってきましたけど、そうですね、はい、パリーグは折り返しですね、はいはい、今日はですね日本ハムファイターズ、はいはい、というところでチェックしていきましょう、はいはい、今年は投手2人、捕手1人、内野1人、外野2人、栗山監督、まあ、ドラフト1位の伊藤選手は、うん、北海道出身で絶対に縁があると信じていたと、はい、先発も抑えも両方できるとその可能性があるピッチャーと、指名前座としては本当によっしゃという感じですという、うん、近鉄の佐々木監督のモノマネ。よっしゃちょっとね、福留を引いてね、はい、福留が拒否して来なかったっていうね、はい、よっしゃ事件っていうのがあるんですけどそうなんですね、はい、っていうのがね、あの今年のドラフトになりましたけども、はい、日本ハム、うん、なんて言ってました僕、1位は投手、うん、2位3位でパンチ系の三遊間が欲しいっていうふうに言ってました、うん、言ってましたか、はい、というところで、はい、あのまあ、三遊間がね取った方がいいんじゃないのかっていうところ、はい、で昨年ね日本ハムはあの1位から、5位までの間に大学社会人のピッチャーを4人取ってるんですよね、はい、川野、舘野、鈴木、望月っていうね、うん、ところを取ってて、で、今年また上からピッチャーばっかり取ってたら、はい、去年のドラフト失敗したって言ってるようなもんですよみたいな ね、 そうでしたね、感じのことになりましたけども、はい、やっぱりここはしっかりね、うん、あのやっぱ1位は伊藤君行って、はい、そこ下投手行かなかったことは、うん、僕は良かったんじゃないのかなって、ね、そうですね、投手だから1人下位に、はい、そう、うん、あのここはねすごい評価できるポイントだし、はい、逆に言うと2年目を迎える川野、舘野、うん、そして鈴木、望月っていった選手たちはもう頑張らなきゃいけないっていう、はい、これが球団からのメッセージですよ。そうですね、お前ら頑張れと、うん、お前らのために取ってんだぞと、はい、毎年毎年ピッチャーばっかりいけねえんだぞと、うん、しっかりやってくれよっていうね、この選手たちにも今年1年目のね選手たちにも向けられたメッセージもあるし、うん、期待値でもあると思うんですよね、はい、でドラフト1位がね伊藤大海投手と、はい、駒大苫小牧っていうところでね、まあ、重複するかなと思いましたけど、はい、単独指名っていうところでね、まあ、地元北海道っていうところで、うん、まあハムに入れたのは非常に良かったんじゃないのかな。早い段階でもう公言しましたね。そうですね、して、うん、はい、そういった意味では、でしかもあのちょっと日本ハムはね、まあ、抑えがいないっていうところで、はい、まあ、大学ジャパンでもあの抑え、うん、守護神をやってたっていうところも経験もあるんで、はい、守護神で行くんじゃないのかなっていうね、あ、やっぱりちょっと後ろが今年バタバタしたっていうところもあるんで、うん、まあ、ひょっとしたら1年目から抑えっていうところはあるかもわかんないですね。投げるユーチューバーって書いてますね。あ、ユーチューブやってるらしいですよ。らしいですね。そうなんそうなんですよ、うん、見てみよう。コラボしたいですね。お、まだ球団に入らないうちに、入らないうちに、はい、くるか、え、トマコマイ北海道行かなきゃいけないよ。北海道行ってします。伊藤大海選手、はい、もし佐々木チャンネル、興味ありましたらぜひご連絡ください、はい、お待ちしてます、はい、もし来たら2人目のゲストですね。そうですね、はい、そして行きましょうか北海道。行きましょう、ね、やったー、頑張ってね、はい、はい、海鮮丼食べよう。そうですね、はい、そっち違うやん。美味しいものも食べるのが楽しみなんで、はい、もしね、はい、ご連絡いただいて、うん、縁があればね、はい、インタビュー来たいですね。行きたい、そうですね、行かせて、コラボ、伊藤選手の YouTube とコラボしませんか、はい、お願いします、お願いします、はい、さあというところで、はい、で2位の外野手、うん、磯端亮太選手、はい、中央大学から、うん、あれのね、サニーブラウン、サニーブライアンに勝った男でしょ。サニーブライアン、サニーブライアンに勝っちゃったんですよね。すいませんね、間違っちゃって、サニーブラウン、はい、サニーブライアンは2冠馬、はい。いや、もうどっちがどっちか分かんなくなってしまいましたもん。でも、ちょっとこの2位の、はい、磯端選手を取った時に、はい、裏メッセージが届いたんですけど。お、そうですか、はい、ひょっとしたら、うん、センターの西川選手がメジャー挑戦、はい、早い段階であるんじゃないのかっていう、そういうことか。本人もねメジャー挑戦を公言してますし、うん、はい、ね、そこが抜けた時に磯端をセンターっていう、ね、あれもういけるんですか、ポスティングとかねとか、はい、まあ、方法があるから、はい、まあ、FA ちょっと期間まで見ないんで分かんないですけど、はい、FA じゃなくてもポスティングとかでもいけるんで、うん、あ、そっかそっか、ひょっとしたらね、はい、この磯端を2位で取った時に思ったんですよ、うん、あれ、はい、西川メジャー挑戦あるのか、来年にもあるかもしれない、そう、今年か来年か早いうちにあるのかもしれない、はい、もしくはそれの伏線としてセンターの
西川の後にっていうところの磯場だっていうところがね、はい、考えたのかなっていうところを考えると、うん、裏メッセージ、はい、面白くないですか、うん、そうですね、考えられますね。で3位に、上武大学から、古川雄大捕手、はい、ね、福岡から、長打力が魅力の大学ナンバーワン捕手、はい、いや佐藤さん、キャッチャーもね、取った方がいいっていうふうに、そう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 、前の動画でやっぱりね、はい、ちょっと不安なんで、キャッチャーが全体的に、はい、ハムはね、はい、そういったところでもこの古川捕手を3位で取れたっていうところは上位の指名ね。だからこの1位、2位、3位はね、ハムいいですね。おお、そうですか、うん、やっぱりその今いないところのね、守護神、伊藤、はい、西川の後釜、磯畑、キャッチャーいないから古川、はい、ね、去年はピッチャー大行きましたけど、こうそこをピッチャー行かないでこうやってまとめたのは、はい、日本ハムも非常に好きなドラフトです、僕は今年は、はい、でしかも4位にね、細川良平選手、良平選手、はい、智弁和歌山から広角に打てる左の高打者、内野手にね、まあ、若いじゃ内野を取ってで、まあ、やっぱり三遊間はね、育てていかないといけないんで、はい、そこをっていうところとね、うんうん、で5位、苫小牧中央から根本遥選手、はい、投手、うん、で6位、今川優馬外野手、はい、JFE 東日本から、うん、広角に長打を放つ大砲と社会人通算27本を誇る、昨年は社会人ベストナイン輝いた、全力プレーが光る元気印っていうところで、はい、まあ、ドラフト会見でね、ナビが流した姿はね、はい、この熱い気持ちっていうのは非常に見応えあったし、うん、まあ、このオリックスのね、阿部翔太選手とこの日本ハムの今川優馬選手は注目です、はい、そうですね、はい、だから杉谷選手のような元気印なのかなっていうところでね、うん、はい、興味はで、しかもこの5位、6位はね、両者は北海道出身なんで、はい、やっぱりそのね、北海道日本ハムファイターズ、うん、まあ、地元をね、大事にする地元枠の選手を活躍させて、うん、地元の選手にさらに応援してもらおうっていうところを考えると、うん、非常にこの5位、6位の地元での選手っていうところは非常に好感を持てる素晴らしい選択だったんじゃないのかなと思いますし、はい、うん、4位の細川良平選手は内野手としてやっぱり三遊間の厚みっていうところと、もう一つの裏テーマを受け取りました、はいはい、あ、そうですか、ね、はい、何回も三遊間がおらんから、はい、三遊間取った方がいいって言ってました、はい、言ってました、やっぱ野村と平沼で勝負いくんちゃうかって、はい、いや野村選手もね今年出てきましたからね、そう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 、だからそこ若い、両方若いんで、はい、そういったところで、まあ、平沼まで守備にねあれありますけども、うん、まあ、いいバッティングもしてるんで、はい、もうのサード野村、ショート平沼 で両方若いし、はい、これを育てていくから、うん、別に今そこ急務じゃないっていうところを教えてもらえたのかなっていう、このドラフトのメッセージで、確かにそうかもしれないですね、うん、そう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 、うんうん、でね、育成から這い上がった、樋口選手、はい、サードっていうところと、うん、まあ、外国人宮根山とかっていうところもあるし、そういったところではそれをどうにか育てるんで、うん、佐々木さん育てるんで、はい、ご安心くださいという、はい、多分佐々木さんまで言ってましたか、はい、言ってました、はい、ご安心ください、メッセージ、はい、遠藤君同級生なんですよ、日本ハムの、はい、ナンバー2ぐらいですかね、あ、そうですか、スカウト編成ですか、ね、役職を忘れちゃったんですけど、はい、東大から入って選手で、それからフロントに入ってる、はい、遠藤君いるんですけど、はい、同級生、はい、99年のドラフトの間にね、うん、入団して、はい、現在は引退後フロント入りして、はい、業務提携しているニューヨークヤンキースなどの研修留学して、へー、2015年からはゼネラルマネージャー補佐なんですよ、GM 補佐なんですよね、はい、同級生で、へー、聞こえました、遠藤君から佐藤崎君と、うん、安心してください、はい、野村、平沼、うん、いるんで、はい、そこ育てるんで、うん、大丈夫なんですよ、はい、っていうのをドラフトでメッセージとして受け取ったっていうところでね、だそういったところの、あ、そこで期待値はやっぱり球団として大きいやなと、うん、っていうところはよく分かるっすよね、はい、であとはやっぱり守護神、うん、で西川の後釜、いやキャッチャーはやっぱり急務、はい、っていうところで1、2、3は本当完璧だったと思うんですよ、でまあ未来に向けてもこの智弁和歌山もね、細川君の、まあ、内野手っていうところも、まあ、やっぱりそのね保険もいるし、はい、厚みをかけていかなきゃいけないっていうところと、5位、6位で地元色をしっかり強めながら地域密着をしていく球団スタイルっていうところでね、でまあ、新球場ができるんでね、はい、その新球場できるときにこの根本選手や今川選手なんかもね、ぐーっと押し上げてきて、その一軍に入れてもね、より盛り上がるじゃないですか、はい、北海道はね、そういった面ではあと育成に2人ですね、そうですね、花巻東から松本良大選手、はい、で2位が斉藤慎二、東京情報大学から投手、
うん、まあ、両投手ですね。両投手でもね、はい、育成選手で言えば、今年の去年2019年のドラフトの育成選手の宮田、樋口、長谷川っていう選手が結構頑張ってるんだよ。あれ、その樋口選手って去年の育成だったんですか。そうそうそう、だから1年目で試合官になって今1号にね、はい、いますけれども、だからこの育成選手っていうのもね、はい、2番もしっかり育成してるんで、うん、この2人っていうのもね、ひょっとしたらピッチャーとして伸びてくる可能性もありますし、はい、まあ、非常に楽しみだなと、うん、だ2番目のドラフトも非常に分かりやすくて良かったんじゃないのかなと、はい、なんか今回どこもいい感じって言いますね。そうです、だからなんか分かりやすいですね。あと、うん、やっぱりね、ドラフトはこういう見方しないとっていうのを、はい、もうよくね、はい、だから僕が里崎チャンネル昨年からやる前までは、うん、ドラフト、はい、このチームが特 A とか、はい、100点みたいな、うん、このチーム80点何点ですか、何点とかって言って、うん、今回のドラフトの主題もあって、一番いいドラフトと一番ダメなドラフトどこですかってから、はい、ダメなのがないって言ったんですよ、はい、そんなのやってもないのにダメかどうか分かんないし、うん、別にアマチュアの成績がプロで反映されるわけじゃないから、はい、これが3年後5年後10年後見た結果ダメだったねは、はい、言えるっすけど、はい、ね、なんで何も始まってないのにダメなとこを決める、うん、そういうやり方はやめた方がいいよって言ったんですけど、はい、まあ、だって里崎さんのドラフトもだって D とか言われてたんですよね。そうだからもう、うん、そういう評価をするのはやめた方がいいですよ、はい、入ってくる選手もかわいそうじゃないですか。そうですね、そんなだって夢見てきてんのにいきなりお前 D やなみたいな言われたらはぁってなるじゃないですか。なりました、うん、でも、あの、嬉しすぎてそこまで見てない。入ったものが嬉しくて、あの、そうそうそう、はい、でしかも、まあ、そんなあの知名度はある人も松坂世代だったから、はい、っていうのもあるけども、うんうん、そんなんでいいかダメなんてやってみなきゃ分かんないし、うん、じゃあ今まで何人も競合した選手が絶対活躍したかって話ですよね、はい、いや競合してもね、あんまり活躍しなかった選手も過去の動画事実としているし、はい、逆に育成からね、うん、千賀とか回とかみたいにホークスは宝庫ですね、うん、あの素晴らしい選手になった選手もまあいるわけじゃないですか、はい、でそう考えたらドラフトなんて、うん、ドラフトの順位はアマチュア時代の通信簿なわけで、うん、別に何位だろうと入ったらこっちのもんじゃないですか。はい、そうですね、何年後かだって、うん、なんとかさんと60点散ってたのにめっちゃいいですよ、まあ、適当なこと言ってんな、うん、みたいな感じになるじゃないですか、はい、それだったらね、僕は絶対とは言わないですけど、うん、こういう見方でドラフト見た方が、はい、より面白いと思うんですよ、はい、でそれでその見方で来年キャンプとかね、うん、シーズンとか見て、はい、でまた1年後じゃあその言ってる人たち、うん、1年後通信部やってっかって話なんですよ。そうですね、やってないじゃないですか、はい、言いっぱなしでしょ、うん、里崎チャンネル何が優れてるか自分で言うもんですけど、はい、1年後ちゃんと自分で言ったことに責任を持って、はい、もう一回やり直す。ちゃんと回収してますもんね。そう、はい、だから今回言ったのも、うん、来年そうね、だから去年の日本ハムとかでも、はい、あピッチャー今年でなってる時にどうでしたか、うん、ダメでしたねみたいな感じになって、うんうん、それを取って今年だから続いていくわけじゃないですか、はい、それを言う見方をドラフトはした方が僕はいいかなと思ってね、はい、だからこれを見てね、賛同してくれる方はやっぱそれを拡散してもらってね、はい、楽しいドラフト戦略の分析をしながら、うん、来年に向けて楽しみを増やしてほしいですね、うん、はい、ということで日本ハムファイターズ個人的には好きなドラフトでした。